やべ、今日はね、最近ここ最近ちょっと遅刻しすぎだったんで急いできたら汗かいて髪の毛ぺったんこになっちゃった。ってことでね、なんかね、皆さん相変わらずですね。好きだね、ゆず様。すごいよ、65番さん。ゆずきのために早く仕事上がった。もう愛だね。愛しかない。ということでね、残念ながら今日見てもらってわかるように、ゆずきくんいないんで、まあ俺一人でやっていこうかなってことはあるんでね。とりあえずは、久しぶりのオープニング一人なんですけど、なんだろう、この、変に緊張せえへん感じの緊張してる感じ。まあ多分ね、リスナーさんにはあんま伝わんないかもしれないですけど、久しぶりにピン放送をやるということで、皆様ね、なんでもね、今日ピンだから、どっちかというとね、話振るやつがおらんから、もうコメントめっちゃ拾うんで、いっぱいコメントくれたら全然拾いますんで。なんだよ、ノイズ、ノイズなんですよ。で、あんまり尺取ってもあれなんでね、早速オープニングいきます。月曜から、ブレス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やべえと思ったでしょみんな。本当にオープニング開けたら絶対俺のいつもの嘘のように、またオープニング開けにはゆずさんもいると思ったっしょ。マジでいないかんね。ここにももういないよ。ここにもおらんからね。レアでしょ。ってことで何話そうかなと思うんすけど、そう、なんで今日俺だけなんだのかっていうの割には、またほら、ちょいな、え、ひどい。もうそもそも初めって名前なくなってんじゃないですか。もっと初め広めてくださいよ。これもうあれ、先週の放送見てくれたリスナーさんわかると思うんですけどね、もうショッツさんのね、この遊び方がね、最近斬新っていうかね、いや俺的には面白いからいいんですけどね。まだけど残念ながら先週の放送だけだと初めイコールノイズっていうのがあんま浸透してないんで、もっとね、もう一条ノイズでいきましょうっていう。ただすっげえ、これ一条ノイズになってからすっげえコメント増えるんですけど。いやー、楽しいね。って思ってた矢先にね、来ちゃった。もう、ショッツさんがあそこのね、でかい七瀬ゆずきっていうのをね、ここのね、あ、こっちか。これをね、消してくれればよかったんですけどね、ゆずきちゃん来ちゃったんでね。ああ。一条ノイズ来てました。ああ、ほんと。え、どうでした？は、ピンでやるみたいな。え、俺、だ何回かオープニングはあるから。ああ、オープニングあるし。ずっとやるって考えたら難しくないですか？ただ、なんかね、さっき言ってるけど、はい、なんだろう、ちょっとひよったこと言うと、はい、今こうやって喋ってたらさ、毎週この放送そうやけどさ、コメント拾われへんやん、はい、俺はね。ゆずきはどっちかというとさ、喋りながらもこっちを見てるからさ、コメント、はい、拾うやん。で俺的にはもう こっちに集中しちゃうからコメント拾われへんけど、今日は一人なんでと俺言ったの。いや、聞こえてましたよ。聞こえてた。で、オープニング開けたら絶対ゆずきおると思ったでしょって言ったけど、うん、もう今日は本当にいないんだよ。いや、トイレ行ってました、そこの。で、ただ、喋る相手がおらんからコメント拾いますよって言った。でもそうそうね。いや、なんなんだろう、このなんかね、変な慣れじゃないけど、緊張してない感じが緊張してるみたいな。うん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 。なんかわかる？なんか、本当のさ、初めての時ってさ、もう、はい、本気でソワソワしてめっちゃ緊張するやん。はい、違う、なんかね、その、なんだろうな、なんか表現しづらいけど、本当に緊張してるんではないんだけど、ちょっと緊張してるっていう、なんつうかな、緊張してることに緊張してる、うん、よくわかんないね、よくわかんない、よくわかんないですけど、それも変だけど、はじめさん、ヘアメイク変じゃない？変でしょ、今日。だから俺それもね、言ったのよ、さっき、うん、ここ最近遅刻しすぎててさ、俺がね、はい、先週もオープニングゆずき一人でやってくれたんで、はい、で最近ちょっと遅刻魔みたいな感じになっちゃうからさ、はい、今日ちょっと急いできたのよ、はい、汗かいちゃって頭皮に、髪の毛ぺったんこになってさ、ね、そう、雨降ってましたからね。え、今、うん、マジで、うん、そういう嘘をお前流すなよ、うん、本当にね、コメント重視とか行きましょうよ。あと今日俺もサプライズなんですけど、多分はじめさんがね、来週から月曜からブレスがでノイズとユズとか鳴ってるけど、お題じゃない、番組名を決めてきたらしいんで、
それを発表してもらおうかなと思って。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん君じゃはずなんで。違う違う、そう、一昨日ぐらいの営業後までに決めますって、なんか意気込んで LINE してたんで。今 LINE 送ってくださいよ、リスナーさん。ほら、ID あれでしょ、コメントでも、ね、ID あれでしょ、あの ID 俺書いてるんで、これ LINE 送ってください。結構50個ぐらいでは案出したんですけど来たの、来たの、今 LINE がね、こうピローンって来たタイトルをつけるんで送ってくださいよ、ちゃんと送ってください。 ID 言いますよ、 YZKO、 あ、KO じゃねえよ、 YZK0119 で、はい、送ってください、送ってください。送ってくれへんかったらもうタイトルなしでいくからね。だから俺さっき言ってたの、はい、あの、まあ、リスナーさんが多分見てなかったと思うんだけど、はい、タイトル、まあ、ね、言われて、遅くても今週中には決めてくれないと、そうですね、ちょ、来月の放送が間に合わへんって話になって、はい、どないしようかなと思ってた時にもう何も思いつかなかったから、もうタイトル初めていいかな。いや、え、いいですよ。え、いいの、はい、なんか今日、あれ、ナイトチューブのあれタイムライン多分見てる子いると思うんですけど、見たら明日から本気出すみたいな新番組出てました。何も関係なしで、なんか意気込みできない。ああ、うん、なるほどね。あ、そのこういう番組のタイトルが明日から本気出すっていう、はい、おで俺タイトルを初めにしてさ、写真をゆずき一人だけにしようかな。いいですよ、バーナーの、バーナーっていうかあれの写真いいですけど、ゆずきが初めなんだよ。え、ゆずきが初めなんだよ。それはどういうこと初めがゆずきなんだよ。それは嫌だ、意味が分からない。そっか、はい、タイトルね、いやマジでちょっと考えな。ノイズかけるゆずき、ほこたてのあれかな、来ましたよ。ポコチーノ、いや、ポコチーピーのやつね。ははははピーのやつね、確かに。だから、確かにね、じゃあ結構ね、で、ゆずきもさ、ゆずきも結構いろんな案くれたんですけど、結構やっぱ文字り系が多かったよね。そうですね、何かをこうパクるじゃないけど、何かをちょっと文字って作ったような感じが多かったんで、俺的にはどっちかというとこの前のやつがさ、まあ、月曜からです、はい、こう文字ってるじゃないですか、はい、決してパクってるじゃないかね、これ文字ってんねんからね、うん、文字ってるから文字理系じゃない方がいいかなとはちょっと思ったね、うん、ああ、もう新たに、そう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 、ゆすぎかっこいいって俺すごく傷つく、なんかゆすぎってのは洗濯機じゃん。ゆすぎ345番のコメント、ゆすぎ、これたまに間違えるんですよ、なんか。ゆずき、違うよ、ゆずき、違う、もうそれを多分リスナーさんはゆずきかっこいいってのをアピールしたくてめっちゃ早く打ったらゆすぎかっこいいって俺もたまに自分で間違えるゆすぎになっちゃう、すすぎなんだけどいや、どないしようかな、まあけど結構内容からなんとかって番組多いらしいですよ。まあ確かにね、だ曜日入れた方がさ浸透力はあるやん。そうですね、だからうちもさ月曜からブレスってこれなってて、うん、じゃあ月曜日にはこの番組があんねやっていう浸透力が広まるから、ブレてるから曜日がブレてるからブレブレブレスってコメントもあります。ブレブレブレスって結構前に出たよね。ありましたね、なんか、うん、なんか何回出たんや。けどそんな言うほど、あのリスナーさんに言いたいんですけど、そんな言うほど我々結構ブレてないんで、ブレないホストの連中なんで、逆に、で、うん、逆に言えばね、デブレスとかの方がまだいいよね。でもゲスト呼ぶやつ全員デブデブばっか呼んでさ、ほら見てください、うちのゆずきくんこんなにも細いんですっていうの、ね、うん、あんま面白い。火曜はノイズ、ノイズです。じゃあもう、え、じゃあ結構ね、ノイズどうなんやろうな。まあけどね、ショットさんまだ書いてくれてないしね、ノイズノイズでいこうかな。じゃあたま通るか通らんかっていう話だね。そうですね、なんかそう一回審議にかけるっていう、ちゃんと会社としてね、一時もノイズになってる。あ、それでなんですか。そうそうそう、しかもゆずきの方がでかいっていうね、いや、あれやったらもうどっちかというとゆずきちっちゃくて俺のでかくしてほしかったんだけど、まあ、けどこれ面白いやん、新世紀ネオンブレスエヴァンゲリオン、そうで、やっぱ文字理系になるよね、絶対タイトル決めるってなると、まあ、そっちの方がキャッチーですよね。やっぱブレスでいいと思うとかさ、高音大事って何、まああれでしょ、完全にゆずきの歌声でしょ。ああ、で、あともうそのまあね、今日までは多分一応7月の放送だから、はい、まだどっちかというと新番組の方ではないからさ、はい、ちょっと余韻で今2人でやってるけど、はい、今誰か電話鳴りましたよね。 LINE 電話だったらえ、俺のやつ、俺のやつかな、受けてみようと思ってただね、ほんと8月から入ってからはさ、
先週言ったみたいに、はい、本当の意味でのちゃんとした新番組っていうのを作り上げたいわけよ、はい、ってなってくるとやっぱそのゲストさん、ゲストさんっていうかさ、そのなんだ、お題にまつわる人、うん、あとかもさ、はいはいはい、やっぱまあ2人でやっていくのもあれやけど、まあやっぱね、ゲスト呼んで、そう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 、それにまつわる話、そうそうそう、まあ、そうですね、飽きないですね。ってなってくると毎週毎週さ、お題も変わってくるしさ、だからどうなのかなっていう。でもそこのお題に関してはね、もうゆずきに決めてもらう。なんかゲスト制になるって言った瞬間に代表が出たいって言い出したんですよ。なんでなんだろう、わかんない、特別感かな、うん、なんかそれ全員が出る中で出るのはやっぱ嫌なんじゃない、あ、なんか霞んじゃうから、そうそうそう、でやっぱ特別枠として、じゃあ本当にじゃあゲストですみたいな感じでこう、うん、来た時の方がなんか、あ、よしやんぞみたいな。それまで代表出てくださいよって毎週言ってたの、言ってて、いや今日はちょっとって毎週断られてたんだけど、ゲスト制になった瞬間に今日よ、いつか呼んでよって言った瞬間俺ら口揃えて嫌ですよなんで呼ばなきゃいけない。いやだから多分ね、今までさ、どっちかというと、まあ今までリスナーさんも分かると思うんですけど、まあ一応ね、一応うちの幹部さん、みんなちょっとさ、わけわからん名前になってますからね、俺の名前。一応ノイズ始め、一応ノイズ始め、しかも俺ちょっと気づく遅かったっすよ、絶対これ変わってすぐじゃなかったっすよねいやもうなんか名前だ、一条 N 始めとかで、あ、まあそういうダサいか、うん、ダサいな。だからなんか今まで結構ブレスの幹部の人がね、結構出てたんですけど、いわなんか、まあ一つのさ、まあそうですね、一つの幹部特権じゃないか、幹部になったら出れる。しかもなんか、幹部減ったしね。はい、かもやった、うん、もうその話やめようよ、主任いっぱいいたんですけど、つらい、いなくなっちゃったから、つらいよ、もうつらい、俺が言っちゃつらいからね、その話に関して。そうだよね、まあけど、まあ見といてください、もうちゃんと幹部戻すんで、全員、うん、全員戻します、全員全員戻します、全員幹部にしてやる、みんな幹部で、そう、なんだろうな、逆を言えばね、だからそこの幹部になったらこの番組に出れるってのがあったけど、 ありましたね、でその逆を言うと、うん、幹部になったらもうなんか必然的に全員出れるみたいな、はい、ってなってくると、この希少価値がなくなってくるわけ、はい、で、まあもちろんゆずき筆頭にさ、この番組をもっと良くしていきたいし、はい、もっとなんか価値を高めていきたいわけ、はい、ってなった時に、じゃあ新しく変わって、うん、いや幹部も多すぎるし、じゃあお前ら2人でやれよと、当初のようにと、うん、ってなったからこそ、ちょっと希少価値が上がったよね、みんなの中で、はい、うん、だからその今までちょっと、いや俺はいいよいいよって言ってた代表ですら、うん、ちょっと出してよみたいな、出たくなってきたんやろね。あ、なるほどね。出ることの価値を見出したじゃないけど。そうですね、価値はありますね。そうそうそう、来場やばいってめっちゃコメント来てるけど、そんなやばいのか。来場者数が見れないから今マイク拾いました、今マイクさん音声さん拾いました、今ショットさん言いましたからね、普通っす普通っすから、リスナーさん、これやばくないって、これやばくないっすから、普通っすから、むしろちょっと2000超えたいんだよね、来場者数。え、マジっすか、ほら来た。あれですよ、俺たまにコメント見てるけど、あ、いつも見てるけどなんで言い直して、俺喋るのがちょっとめんどくさいから拾わないんですけど、初めて見る人が多いじゃないですか自己紹介って必要ですよ、毎度、うん、毎度毎度、どうも初めましてっつって、いや、オープニングでやったらいいじゃないですか。あ、自己紹介をね、うん、いや5人ぐらいいた時にもうみんなわーって始めてたけど、あーそ、あ、そういうことね、はい、あ、なるほどね。じゃあタイトルに自己紹介入れればはい、タイトルにネオンブレスの永瀬柚月とネオンブレスの一条をはじめで、ちょっと軽くプロフィール入れて、なんちゃらかんちゃらみたいな長いやつですか。今日なんか俺の喋りがちょっと面白くない。いや面白くないなんか。今日は面白くないよ、ね。髪型しか面白くないよ。ちょ、お前本当にマジで髪型超面白いのこれ。え、なんかちょっと変。え？でも俺も変なんだよな。じゃあもうだからもう暑さのせいやってこれ。しかもなんかもう本当になんかおかしいらしいからねこの暑さ。確かにもう俺東京来て約10年経つけど、10年間でありえへんぐらいの暑さやもん。尋常じゃない。去年こんな暑かったかなって思うぐらい。湿気もね多いし。暑い。だから空調下げるから店の、うん、寒くてしょうがない、ヒートテック着てるから、ね、だから回路上げるよ、じゃあ俺ヒートテック着てるから大丈夫。マジでこれヒートテックなの、はい、これじゃない、これ中、中ヒートテック着てるの、 T シャツの下に着てるから。マジかよ、だって八重さんなんかさ、このくっそ暑い中さ、毎回スーツ着てんじゃんなんかあの下に冷えピタ貼ってるらしい。え、なんでか知らない、冷えピタ貼ってる、なんでか店着てる、着替えてますから
いや、そうなんですよ。外歩くことある、タクシー、俺タクシー、ちょっと待って、なんだろうな、今日なんだろう、すっげえ違和感感じるのが、このコメントを見ててね。当たり強い気がするな、なんか。え、今日、はい、え、なんかいつものが当たり強くない？なんか今日ソフト目じゃない？あー、ソフト目じゃないわ、一条ガチャガチャとか来てるわ、うん、来てる来てる来てる、安心した今。いや、なんかさ、嬉しいでしょ。うん、なんかその前にさ、なんか初めかっこいいとか来てたのよ。それは分かってる話やねんけど、ここで言われてもっていうのがあったからさ、ずっと。次回のゲストね、誰にしようかな。いや、そうなんですよ、来月からね、ゲストというか。確かに、さっきゆずきやってみたいに、確かに本当はもう、皆さんにリスナーさん含め、うちのキャスト含め、お題の方、タイトルの方、タイトルの方はもういろんな案もらったんで、タイトルは責任持って俺が決めます、はい。ただ、この毎週のお題に関しては、これから、ゆずきくんにちょっと決めてもらおうかなと。それ先週の放送の後に言われて。そう。え、カメラ回ってない時だったっけ？はい。そう。最低だなと思う。で、結構やっぱ、ゆずきはやっぱこのリスナーさんのコメントとかも見るから、それも踏まえてお題を作れるわけよ。とか、誰を次出した方がいいとかっていうのも多分、どっちかというとゆずきはリスナーさん寄りなんで、それがより一層面白いのに変わるかなと。で、俺は一切何も口出しせずに、ね、ゲスト呼ぶですよね。そうそうそう。で、俺はいや、そのお題はちょっと嫌やってのもなしで、で、やっていこうかな。毎週、その次回の放送のゲスト誰がいいかってアンケート取るのもありですよね。あ、毎週ね、うん、だからもうゲストなしの時でもいいんだよ。授業してくれてる子にみんな全員出しアンケート出して。あー、あー、なるほどね。ってなってくるとさ、じゃあ従業員が30人しかおらんかったらさ、31回目の放送さ、きつくない？それはその時考えたらいいじゃないですか。そう、そうなんだよね。俺結構先のことしか考えへんタイプ。30って半年後でしょ。そう、7ヶ月約。だけどちょっと CM 出てるんだよ。で、俺 CM？ なんだろう、俺最近さ、なんか人数が減ったせいかさ、このなんかタイムキーパー的な感じ、うん、オープニングもちょっと俺今日尺取っちゃったのよ。オープニングでも尺取ってさ、この CM のタイミングもさ、なかなか切り出さない。だからラストオーダー伸びるからね、俺ほんと嫌いなの。そう、なんかなかなか言わないから、なんかラストオーダー1分前って書いてるのに、1分過ぎた後とかにラストオーダー出すから。俺この間なんかラストオーダーだったのに取られて。最初に歌って、歌った最初に、これぐらいの音声だったらマイク入らないよ、はい。ってことで、CM の方お願いします。なんですか、この未収は。今月の売り上げ300万、うち入金30円、我がアクアにとっても大損害ですよ。これはどう責任を取るつもりですか。お言葉ですが、当社員に。経験者大募集。単体で AV って誰じゃん。なんで今さ、うん、AV って言った後にさ、コンマ3秒ぐらい間があったの。あっと思った、うん、あった。いや、なんだろうね。いや、これ俺思うけどね。で、結構他店さんの番組とか見んのよ、うん、他店さんの番組とかでも、はいはいはい、ピン放送してる人おるやん。はいはいはい、います。なんだろうね。まず率直にね、率直に俺すごいなとは思うの。まあそうですね、すごいなと思うし、プラスその本当の意味でのリスナーさんとの一体感も出るわけ、うん、
やっぱもう話振る人とか話する人がおらんからコメントありきですよね。そうそうそう、でちょっと誤差はあるけど、こうリスナーさんがコメント来てくれたことによって、うん、そのコメントに対して返すみたいな、うん、はあんねんけど、なんやろね、選手の放送でも言ったみたいに音声なんだよね。だラジオ、うん、ピン放送になると、ね、やっぱ俺結構ねバラエティ番組とか見るから、うん、結構あれやねんけど、やっぱその絵が動かへんかったら、うん、ちょっときついなっていう。確かに。かといって別に俺らがさ、確かにって、コメントしろったね。そう、確かに。で、かといって別に俺ら2人がこうやってる時にさ、じゃあ、 あの15分おきに場所入れ替わるかとかってもそうでもないけど、映像だからありきの、だからならではのことを した方がいいってことですよね。そう、うん、だからもうなんならもしピン放送すんのやったら全くこのカメラ回さんと俺のなんかプロモーションビデオみたいなのを作っといて、それはメイクさるからよ。30分間それ流しながら俺の音声だけ、いやいやいや、吐きたい時それ見てたすぐ吐けるよ。ほんとなんか日に日に俺の悪口の度数が上がってきてない？いつも思ってたんだけど、最近やっと声にするようにした。自分に素直になろうと思って今年の抱負。いやいや、今年始まったほうが結構経つ。下半期の抱負。下半期ね。最近ほんと嫌いになってきたから。本格的に。いやけどね、リスナーさんも絶対気づいてるから、いやなんだかんだ言いながらゆずきは絶対はじめ好きでしょって絶対気づいてるから、ね、これ俺もなんか最近ね、結構ね、俺ね、今日たまたまね、たまたまあの結構毎回言ってんねんけど、ゆずきが俺と一緒に絶対ヘルプついてくれへんのよ。てか俺と同じテーブルに絶対ついてくれへんのよ。ただ今日なんかね、俺がついてるテーブルにゆずきが来て、でなんか話をしてた時に、いや、まあ、ぶっちゃけ嫌いでしたよみたいな。いやけど俺がね、言ったよ、いやけど最近は別に嫌いっていうから、なんかちょっと一瞬待って、いやいや、もう好きのうちじゃないけど、自分で言っただけじゃない。そう、俺が言ったら、うん、ゆずきは、いえ前よりちょっとどっちかというと嫌いっすよみたいなこと言ってたけど、でも絶対リスナーさん気づいてるから、実はここ二人仲がいいんだっての絶対気づいてるから。いや、ほんと仲悪い。いやいや、もうやめよう、もうそのネタやめよう、下半期やめよう。でも生きる下半期糧になる。なんだよ、こんなバカでも頑張ってるんだみたいな、はいはい、やめろ、いい気が出る。お前さ、俺のお客さんみたいな意見すんのやめろよ。あ、本当ですか？どんな嫌なことがあってもなんか、でもそう考えたらお客さんにまで言われてこんな強く生きてるんですか。いやいや、お母さん嬉しいですね。めっちゃ言われるから。どんだけ嫌なことがあって、例えばめっちゃ彼氏と喧嘩したりとか、なんかなんだろう、本当にさ超詰められたりどうこうしてもさ、はじめちゃんのところに来るとなんかそういうことを考えてる私がすげえ嫌だみたいな。あ、でそういうもの複雑やねんけどね、俺からしてみても。な、俺ってそんなになんかバカに映ってんのかなと思うけど。ただバカでしょ。ん？だから今日はじめさんが言ってたんですけど、同じヘルプについてて、席についてて、なんだっけ、ダメ男の定義何でしたっけ。女にルーズ、時間にルーズ、金にルーズ、この3つのうちの1つでも当てはまってたらダメ男。ダメ男でしょ。俺だって全部当てはまってない。いや、お前嘘つけよ。私、はじめさん全部当てはまってるから。違うよ、俺言ったよ。俺、女にルーズってのも当てはまってないから。で、それの理由も説明したよ。要は、その、なんだろう、これも個人のね、価値観やからあれやけど、その、なんだろうな、なんだろう、それがはじめちゃんの人気の秘訣なんだよね。そう、だからね、だから俺今日ね、今日まさに言ったのが、ディズニーランドで有名な、あの、かのミッキーね。ミッキーを女の子キャーキャー言って、わーミッキーって言うでしょ。中村ミッキーね。違う、こういう目で見てごらん。キャーキャーって言いながらミッキーのところに行ったらミッキーはそれハグしてくれるよ、はい、けどその1分後見てごらん、違う女にハグしてるから。で、イエーイっつってこうやってね、写真撮ってるけど、それ今日思った。1分後には違う女の子とイエーイっつって写真撮ってるからね、うん、あれ女にルーズだよ。俺今日あれ、なんかルパン三世打ってたんですよ。で、藤子ちゃんが私の隣はあなただけだよって言われたんですよ。で、俺ちょっとキュッとしたんですよ。そしたら3秒後に隣の席で同じセリフ言ってたんですよ。あれだ、うわぁ。だからそういうもんやねって結局は。結局、うん、なんだろうな、たなんだろう、だからそこにね当てはめちゃうと、うん、要は本当はね、本当は多分みんなが望んでるのは一途だとかさ、はい、なんか安定だとかを望むけど、その裏を返せば、それじゃ足りひん。女の子は安定とか安心しちゃったらそれ以上がないから。そうそうそう、もう破滅ですよ。で、ミッキーと一番仲いいのはドナルドでしょ。知らないけど、ドナルドとめっちゃ仲いいの。これ本当にね、あの YouTube とかでも見てほしいねんけど、もうドナルドとミッキーは究極のダメ男やから。
で、そこにミニーちゃんも、あ、何やったっけ、デイジー、あ、デイジー、うん、デイジーもミニーちゃんもいつも頭が悩ましてるの。で、やっぱね、売れる秘訣はダメ男やから、ダメ男。でもたまになんかで、ミッキーがミニーを嫉妬、あ、ミニーちゃんがミッキーを嫉妬させようとドナルドとくっついたりするの。あー、なるほどね。デイジーがミッキーとくっついたりするの。これ、ハッパル見てる、なんでネズミとアヒルがさ、すごいことなってるじゃん、と思って。まあ、そんなことこれで言ったら、まあ、来んぞ。あ、ミッキーの怒られちゃう。来るぞ、来るよ。今日、夜中、お前、ネズミに追いかけ回されるよ。ボルトに電話しえ、だから絶対リスナーさんの中でもおるよ。いわゆるダメンズウォーカー絶対おると思う、うん、で、これを見てる男の子もそうやけど絶対ダメ男の子おるよ。いや、まあそうですね、絶対おると思う。で、これを見てるダメ男の子はもう確実にホストをやった方がいいと思う。絶対完璧だったらホストやらないですからね。そう、うん、で、ホストで完璧を求めるのは売り上げだけでいいと思う。完璧な売り上げを上げればそれでいいと思う。そうですね、売り上げの世界ですからね。それ以外は別にね、完璧なとこあんまいらんような気はする。俺はホフってなる。ホフってこう、956ですよね。俺はホフ、あ、間違えた、俺はホストか。あ、お、ホストの方見てるんですか。ってことはボブって打ちたかったのかなと。ってことは絶対ね、俺がホスト。そうなんですよ、俺がホスト、ダメよ、ホフ。ダメンズホーカーね。え、だから、ダメよ。コメント適当すぎない、味を。だってさ、これ見てみ、959番さ、はい、ネズミとアヒルのセクロス。別にさ、焼き餅焼かせようと思ってひっついたっていう話をユズキが言いましたから。え、めっちゃキモいの生まれるじゃないですか。いや、じゃあお前もそこに乗っかんだよ。そこ乗っかんだよ。別にさ、焼き餅焼かせるためにひっついたっていうのを言いたかっただけでしょ。でも、じゃあリサさん結構発展力がすごいね、うん、そこでひっついたからって言ってもうやってるっていうね。ああ、もうちょっとはじめさんの癖知ってます。これ1分前だったら1分前で下に出るんですけど、1分前で出た瞬間なんかおとなしくなるじゃん。違う、おとなしくなるじゃん。ちょ、考えなあかんやろ。どういう終わりにせなあかんかなって。この終わり良ければ全てよしじゃないけどさ、最近なんかいつもぐだんねんな、この終わりが。先週の放送ではこれ途中で消えたかんねん。あ、消えました、ね、途中で消えて俺めっちゃテンパったらショッツさんに、いや、ここに出てるんでって。もうここ10秒前やから、これ10秒前のやつ、あーっつって。いや、まあ無事冷静いったってことで、いや、まあ、来週もあれ決めてください。了解です。来週タイトル決めて、あの、はい、で、デザインの方も、決めるか何かして、新しく新放送になるということで、来週からの放送ね、必ず楽しみにして、来場者数3000で、3000、お願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。